届けしたいと思います。1曲目は、歌手の彩香さんの桜という曲、この卒業シーズンに、ぴったりの、1曲になっています。親が、こう思う気持ちであったりとか、友達が友達を思う気持ちであったり、そういったものを、歌った曲になります。そして、2曲目、ふみと風鈴という曲、これも、日本の景色にぴったりの、涼しげなこれからの季節にぴったりだと思います。そして、皆様の大好きな、中島みゆきさんの糸という曲、3曲続けてお届けしたいと思います。Thank you.
ー